鹿児島市の障害者支援施設で10件の虐待事案があったことが分かりました。虐待があったのは、鹿児島市の社会福祉法人成長会が運営する障害者支援施設です。成長会によりますと、去年7月、施設内で他の利用者を攻撃しようとした入所者を、職員が本人の部屋に外から鍵をかけて、 およそ4時間閉じ込めたということですこのほか入所者の頭を叩いたり暴言を吐くなど虐待行為は合わせて10件確認され政調会は関わった職員5人を懲戒処分としうち2人はすでに退職したということです鹿児島市は10件すべてを虐待事案と認定し 先月二十七日に政調会から提出された改善計画書を確認しています。政調会の事業所では、二千二十年にも四件の虐待事案が認定されています。